1970年のヤクルトアトムズでは、1970年のヤクルトアトムズの動向をまとめる。この年のヤクルトアトムズは、別所武彦監督の3年目のシーズンである。ヤクルト元年のこの年は4月を5勝7敗1分と、まずまずのスタートも、5月に4連敗以上を3回、記録して、最下位転落。6月は4連勝を含む7勝11敗と、健闘するも、7月4日から11連敗。8月4日から始まった連敗が11となったところで別所監督が解任され、小川義治二軍監督が代理監督を務めた。しかし監督交代後も連敗は続き、球団史上最長タイの16連敗を喫し、最下位に終わった。前述のように8月から始まった連敗の途中で別所監督が解任され、16連敗を喫し、チーム成績が最悪のシーズンとなった。また、所属する選手にも不祥事が相次ぎ、6月18日には無免許運転で事故を起こした加藤敏夫が無期限出場停止、9月8日にはこの時期球界で騒がれていた黒い霧事件がヤクルトにも飛び火、桑田武がオートレース八百長で逮捕され出場停止、そして加藤と同期入団の奥垣幸男が失踪引退になるなど、まさに踏んだり蹴ったりの状態だった。投手陣は、石岡康三と浅野啓二の6勝が最高で、前年9勝の2年目、藤原誠はわずか1勝しか挙げられず、石戸46、松岡弘ら主力投手陣も大きく負け越すなど崩壊。打撃陣もチーム総本塁打数69本、チーム打率.215で不振だった。対戦成績は6連覇の巨人相手に、ビジターで全く勝てず5勝21敗で、同一カード11連敗を喫した。唯一の明るい話題はチームでただ一人、全130試合フル出場の東條文裕が28盗塁で、初の盗塁王を獲得。この年のドラフト会議で3位の若松勉を筆頭に、1位の山下慶徳、8位の相田照夫、10位の杉浦徹と1978年初、優勝時の V 選手が指名されて入団。また、前年のドラフト会議で大洋に1位指名されながら、入団を拒否し、アメリカ野球留学をしていた荒川隆が10月7日に一旦大洋に入団した後、12月26日にトレードで入団。翌シーズン開幕から1ヶ月間出場停止のペナルティを受けたが、チームにとって新たなスターが誕生した。ありがとうございます。